美味しい、甘さもぴったり。白玉粉で作ってるから冷えてきてもすごいの、もっちもちで柔らかい。皆さんいつも YouTube を見てくださってどうもありがとうございます。今日はレンジで簡単フルーツ大福を作りたいと思います。デパ地下好きで行ったりするんだけど、丸々のフルーツ入った大福とか売ってるじゃん。で結構すんのよ、結構高いの。でもね、ちょっと簡単に作れる方法ないかなと思って、今日は大福作りにチャレンジしたいと思います。大福って牛皮ね、周りのあの白い皮の部分って大体多分ね、もち粉で作ってるんだよね、もち粉をわざわざ買ってこなくてもスーパーとかでもなんか簡単に手に入る白玉粉で、作ってみたいと思います。それも電子レンジで作るので、誰でもできると思うので、ぜひ皆さんも見て作ってみてください。それでは材料紹介したいと思います。フルーツ大福なので、後で切った時にね、断面がすごいふわってなるように、萌え断とかっていうやつね。なのでみかんとキウイフルーツと、あとはイチゴを2つ分用意しました。これはコシアンですね。これもスーパーに売ってるコシアン、出来合いのものを買ってきてください。あとはお水が160、これは白玉粉です。白玉粉は 100g、 それと、お砂糖、砂糖は 40g。 これなんですけど、もち取り粉の代わりにね、最後包む時に白い粉あるでしょ、もち取り粉の代わりに今日はコーンスターチを使いたいと思います。では作っていきたいと思います。はい、耐熱のボウルを用意しておいてください。そこに白玉粉100、はい、入れます。そしてお砂糖、はい、40g ですね。砂糖 40g。 まずここで砂糖と白玉粉をしっかりこう混ぜておいてください。混ざりやすいように。白玉粉ってね、お水を急にギューって吸っていくから、先にねこうやってね、砂糖と一緒にね混ぜておいてください。で、後々というか、これから電子レンジでチンするんだけど、その後にひっつきやすいので、こういうゴムベラみたいなのがあったらいいですね。すごくなくても大丈夫なんだけど、その場合はちょっと私も用意しますけど、お水をねボウルに入れておいたら、後々こうひっつかないようにするのにはいいかと思いますよ。だんだんこう砂糖と白玉粉がこう混ざってきたら、ここに、はい、160のお水を入れていきます。少しずつね、少しずつ、はい、少しずつ入れていきます。なんかさ、実はすごい簡単なのよ。大福とか作れたらなんかかっこよくね。もう普通のなんかお母さんとか作ってんのかもしんないけど、私あんまり大福とか作らないから。違う頃やっぱ年取ったのかな、生クリームよりやっぱりあんことかに行くね。そういう風になるんだね、きっとね。はい、かき回しました。ここにふんわりラップします。うちは、うちの電子レンジ700か500の設定なので、今日は700ワットで、私は、まず2分、2回に分けてで、レンジかけますからね。600ワットの場合は、そうね、2分半ぐらいやってもいいかもしれないです。700ワットで2分かけまーす。で、この間に、みかんと、いちごと、キウイフルーツ、皮を剥いておきました。なんかわかる？こんな形にしておいてください。普通に。端っこ落として。そして、いちご。軽く汚れだけは流しました。そういえば、ブログにさ、私、いちごは洗ってますか、洗ってませんかって聞いたら、これ、すごい真っ二つだった。どうしても洗うって、今はコロナの時期だから洗うけど、洗っちゃうとやっぱりこう水を吸っちゃうから洗わないっていう人もいたしね。農家さんによっては洗った方がいい、洗わない方がいいって、こんなにイチゴを洗うか洗わないかで真っ二つになるんだなってね、ちょっとびっくりしました。コメントをくださった皆さん、どうもありがとうございました。みかんは剥くだけ。みかんもなんかね、断面がすごく綺麗なので、みかんでもいいですし、あとはなんかこういうオレンジ系の別のものでもいいですよ。まあ、入れるフルーツは好きなようにねしてください。これで3種類のフルーツが揃いました。あんこなんですけど、あんこ200なので、大体でいいので、この中で、このボウルの中で4等分しておいてください。こんな感じね。はい、白玉粉を出してみたいと思います。そうすると、ちょっと見てね、ちょっと見てね、これ中身見てもらいたいな。まあ、なんで2回に分けて、やるかっていうと、こうやって真ん中だけできちゃってる場合がある。真ん中だけ固まってる、それをはい、こうやってかき回します。熱がね、一定にいってできるように、もうすでにね、すごい固まってるんだけど、ここでちょっとね、こうやってかき回しておきます。周りにはっついてる部分もこうやってかき回しておきます。はい、そしてさらに1分半私はチンします。簡単だよ。レンジは合計3分半でね、牛皮ができちゃうからね。はい、では1分半700ワットです。ではその間にあんこを大体4等分にして、あんこを簡単に
こんな風にします。そして包みます。伸ばしながら伸ばしながら伸ばしながらこう包んでください。一周包んであげると綺麗にね、これ本当に子供とやったらね楽しいかもね。でこれでみかんとやっぱりキウイは大きいから、みかんとキウイの分は大きく取れた方が、取っておいた方がいいかもしれないですね。はい、これみかん。次行きたいけどレンジの方が終わったのでちょっと一旦中断。はい、1分半なりました。おお、こんな風になってます。よくかき回します。ここでもうこんなプルンプルンのね、牛皮がねできましたよ。でこの間にちょっとボウルにねお水を入れておいてください。よく練ったところにこのバットに今度はコーンスターチをもち取り粉の代わりにね全体的に広げます。そして4個なのでこの中で4等分したいんだけど、キウイとみかん分は大きく取ろうと思っておいてください。でこれ熱いからね、まだね気をつけてね。お水をちょっとつけながらやると取りやすいです。こういうもので2個あると取りやすいよ。それで4つにちょっと分けます。ちょっとねめんどくさいようだけど、そうでもないからね。はい、よしよしよし。お水をつけながらやってもらうと本当にやりやすいです。これ今まだ熱いので気をつけてくださいね。この上から少しまたコーンスターチかけておきます。周りにもあるんだけど、冷ましてる間にキウイをあんこで巻いていきたいと思います。こんな感じでギューギューってやってキウイをポン。キウイは分かるようにキウイの形になるようにしといた。次はいちご。いちごの形になるかな。これがいちごちゃん。白玉粉で作ってるじゃない。これ覚えておけば、某有名なアイスクリームあるじゃない、バニラが入ってるやつ。そういうのとかも家で作れるよ。バニラアイス、ほら大きいバニラアイス買ってきて、それでこの牛皮をレンチンで3分半ね、合計3分半で作って、それで巻けばできちゃうからね。今日は断面綺麗なやつをねちょっと作りたいので、フルーツ大福なのでフルーツをやってますけど、お好きなものを入れてください。はい、こんな感じでフルーツ包み終わりました。みかん、キウイ、いちごで、この間にしっかり冷めてくれたと思うので、どれ、あったかーベタベタしないようにしっかりねこのコーンスターチをつけて巻いていきたいと思います。伸ばしてね、ここでね、はい、伸ばす。私さ、結構ね、実はね YouTube にもあげたかも、持ちやるのね得意なのよ本当は。ちょっとまな板やっちゃう、やっぱり少し汚れるの嫌だなと思ったからなんだけど、実はね私ね得意なのよ。これで広げて、あとはくるむ。あったかいからね、すごいくるめるよ。はい、でここキュッキュッってやって、あーいい感じ。でっかいぞー。もうあったかいうちにねやっぱりやんないとダメね、これね。次はキウイね。ちょっとベタベタするようだったらコーンスターチね手につけてください。はい、よしよーし、すげー、でっけー、兄弟だぞー。いいぞー。固まんないのかなと思うでしょ。今まだね全然固まんないし、あったかいよ。いちごはこっち側からやらないとダメかもね。よしよし。ちょっと白玉粉の取り分がおかしかったかも。はい、最後ね、白玉粉ね結構すごい伸びるのよ、だからいいよ。あ、いい感じ。はい、これでレンジで簡単フルーツ大福完成です。これをちょっと断面を見るのに切っていきたいと思います。みかん大福いこうか。いくよ、ドキドキ。バカ綺麗。なかなかちょっと修正、今ちょっとだけ修正しないといけないけれども、綺麗だよ、ほら綺麗じゃない。これ修正しながらね、やっぱりね修正しないとダメだねこれね。ごめんね、これね一応私も初めて作るのよ。これは今みかんの教訓でこうしてみる。あー、いい感じ、綺麗綺麗。でここで修正する。これをやれば綺麗な形になるよきっと。いちごは縦でいこうか。じゃあこれでいいよね。いちごだね。よし、いくよ。ああ、綺麗にできたよ、ほら。じゃあもう一個、最後のいちごを切ります。
あーいい、ちょっと綺麗かもよ。決してすごい上手ではないんだけど、レンジで簡単フルーツ大福完成しました。なんかちょっといびつな感じは確かにするんだけれども、初めて作ったにしては上出来かな。ではいただきたいと思います。それではいただきます。レンジで本当に簡単にできるでしょ。ちょっと4つあるから、私はいちご大福をいただきたいと思います。いただきます。美味しい。甘さもぴったり。あんこはちょっと薄めだからね、フルーツのこのなんていうの、酸っぱさと本当にぴったり合う。白玉粉で作ってるから冷えてきてもすごいの、もっちもちで柔らかい。お年寄りとか子供はもしかしたらこの白玉粉で作った大福の方が食べやすいかもしれないよこれ。美味しい。形悪いやつもあるんだけれども、それはそれでなんか手作り感があっていいかもよ。よろしければ皆さん、スーパーで白玉粉を買ってきて、大福作ってみてください。断面が綺麗だしね、みんなに喜ばれると思います。ということで、よろしければチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。ぜひ作ってみてください。